パリオリンピック出場を目指す23歳以下の日本代表が韓国と激突する。日本代表は土曜日に行われた UAE 代表との試合で先発7人を変更しながら2対0の勝利。2試合戦って勝ち点6を獲得し、グループ B の2位をキープしている。グループステージの最終戦は昨年行われたアジア競技大会で優勝した韓国代表。すでに決勝トーナメント進出を決めている日本代表ではあるが、もしこの直接対決に敗れて2位通過だった場合、日本は地元開催のカタール代表と対決することになる。その他のグループの状況はご覧の通り。パリオリンピックの出場枠は 3.5 枠で、4位の場合はアフリカのチームとプレーオフを戦うが、日本が2位通過の場合は準決勝でサウジアラビア、1位通過の場合は準決勝でウズベキスタンと戦う可能性が高い。この2カ国は2022年に行われたアジアカップの1位と2位で今大会の優勝候補だ。日本と韓国の試合は22日月曜日の22時キックオフ。以下、日本代表に関する海外の反応をご紹介する。 UAE 戦の海外の反応。日本おめでとう。2連勝で決勝トーナメント進出を確定させた。日本代表の技術は確かなものがあり、 UAE 相手に数多くのチャンスを作ることに成功した。中国戦と比べてかなりアグレッシブな内容で好感が持てる。シュートの数は23本に達した。不可解な判定はあったが、日本の順当な勝利だ。このチームは両サイドから攻められるのが素晴らしい。審判さえまともだったら日本が5対0で勝っていた試合だ。見ていてとても楽しい試合だった。特に右サイドの山田と関根のプレーが気に入った。オリンピックをかけた大切な試合なのに、日本の選手はプレーすることを楽しんでいる。クレイジーだ。日本には川崎や鈴木がいる。バイクでサッカーをするなんてすごいな。 UAE 代表にもドラゴンボールと同じ名前のブロリー監督がいる。日本の選手は決定力がないがゴールに飢えている。とても攻撃が素早い。 UAE のゴールキーパーも素晴らしいパフォーマンスだった。ヒーローは必ずしもマントをつけているとは限らない。グローブを身につけている者もいる。今の日本代表の最大の課題は佐藤と細谷だ。このまま決定機を逃し続けると危険かもしれない。少なくとも日本は11回も決定的なチャンスを無駄にした。細谷は今大会ずっと調子が良くないな。早くコンディションを取り戻してほしい。彼はまるで浅野 2.0 だな。荒木が受けた後方からのタックルや倒された藤尾のプレーは VAR でレッドカードが提示されるべきだ。はっきり言って今大会の審判はフットボールに対する冒涜だ。カタールでサッカーを開催しても誰も見に行かないのに、なぜ中東諸国だけ明確なアドバンテージがあるんだ。日本と韓国はカタールに気をつけろよ。彼らはカバールだからな。カタールはフットボール界のマフィアだ。日本も韓国もこの国との対戦をできるだけ避けたいはずだ。もし日本がカタールと対戦したらペナルティーキックを4回献上することになる。タイの代わりにアラブの連中をぶっ飛ばしてくれ。カタールはインドネシアの敵だから日本に倒してもらいたいけど、決勝トーナメントで私たちも日本と戦ってみたい。2試合を終えてまだ無敗の日本と韓国がグループステージで対決するのは最高に興奮する。中国戦を比較すると日本の方が若干韓国よりも強い印象がある。マジでグループ B は死の組だった。中国も決定機の数では韓国を上回っていた。インドネシアとの対戦を望んで、アジア王者の日本と韓国が争うのはとても気持ちがいい。日本はアジアカップに参加するチームの中で4番目に身長が高い。体格と身長は別物だが、日本は確かに UAE をフィジカルで圧倒していた。日本の A 代表はフィジカルで苦戦していたが、世代別代表ではむしろ強いチームとして捉えた方がいい。一方中国は背が高い選手を選ぶことに意識が向きすぎてサッカーが下手くそだ。1945年当時の日本の平均身長は165センチ、一方でインドネシアは155センチだった。逆にオーストラリアは身長が低すぎるように思える。彼らの国の背が低い人たちがサッカーをしているのか。ウズベキスタンの平均身長は低いがとても強い。きっと彼らは勇敢で戦士の心を持っている。日本と韓国はほとんど変わらない。テクニックとのバランスを考えると180センチくらいがベストの構成だろう。韓国人の反応。日本と中国のメディアがイ・リョンジュンを絶賛している。彼は今大会の得点王だ。身長192センチのイ・ヨンジュンはフィジカルが強く足元もうまい。アンダー20のワールドカップで韓国がフランスを倒しベスト4まで勝ち進んだのは彼のおかげだ。イ・ヨンジュンは将軍だ。彼の骨格はフュージョン時代劇に向いている。ヨンジュンはペジュノのようにイングランド2部にさっさと移籍した方がいい。第二のソン・フンミンになれる。誠実で優しく頼りになるストライカー。ヨンジュンはトッテナムで10年間ストライカーを務めることができる。もし彼がイケメンだったらレアルマドリードにも行けただろうね。再三ピンチを作りながら2対0、あの中国を相手にこんなに難しく勝つファン・ソンホン監督はすごいな。
ファン・ソンホンはシティ・リケと同じで機運に乗じているだけ。お前らは中国が日本と戦った試合を見ていないだろう。中国は普通に強かった。ファン・ソンホンのサッカーは戦術がなく、まるでサツマイモダイエットを永遠に続けているかのようだ。日本と戦うことを考えると今のパフォーマンスは物足りない。またゴールキーパーの活躍に頼ることになる。勝ったけど最後まで悪口を言いながら試合を見たのは初めて。中国より上手かったとは決して言えない。累積で出場できない選手が2人。2022年のアジアカップで日本に0対3で惨敗した悪夢が蘇る。中央のセンターバックがクソったれだ。 5-4-1 で守備を固め、 PK 戦で勝負を決めよう。韓国版のクリンスマンが監督では日本に勝つのは難しい。決勝トーナメントに備えて選手を入れ替えよう。日本と勝負をするべきか、2位通過でカタールとの試合に勝負をかけるべきか。日本戦はディフェンダーがボールを奪われて失点する気がする。ヨンジュンは試合前に目立ちすぎたよ。彼が徹底的にマークされたら個人技で日本に勝てない。日本は中国相手に1対0だったし、そんなに警戒する必要はないだろう。日本は序盤で馬鹿げた退場者を出した。それこそが日本の実力で彼らの弱点だ。カタールに負けたとしても日本相手に負けるとか想像もしたくない。韓国が3回以上パスをつなげることができないのなら、徹底的にロングボールを放り込めばいいだけの話だ。日本が強いのは親善試合だけ。なぜ今の韓国代表にこれだけ批判が集まるのかがわからない。中国はサッカーに投資し、それだけの実力を手に入れることに成功した事実を認める必要がある。実際国内リーグの選手だけでは東アジアのレベルはそれほど大きな差は生じていない。日本の人は心配しないでください。韓国代表は S 級スター率いる伝説の一軍が登場しませんから。日本は伝説の一軍が出場する。韓国は監督のコウノトリが悪いから伝説の二軍だな。韓国はサイドからのランダムなクロスにこだわり、守備はずっと自動ドアのゾンビサッカー。中国は昔の日本のようだった。ビルドアップはいいけど決定力の差でいつも韓国に負ける。韓国はテクニカルなことにこだわったらダメだよ。内容で負けても試合に勝てればそれでいいんだから。中国人の反応。韓国代表に0対2で負けた。中国代表の唯一なポジティブな内容、ゴールキーパーがフォワードとして2試合連続途中出場。私たちに希望はない。状況が悪化するだけだ。知っているか、ゴールが決められるってことは贅沢なことなんだ。最終戦は UAE と対戦する。彼らは審判に助けてもらえるだろうし、私たちは最下位になる可能性が高い。パリオリンピックを目指すプロジェクトは予定通り我が国の恥につながっている。アジアカップで1勝13敗。何十年もサッカーを見てきたが、今の中国代表ほど安定したチームは見たことがない。そろそろこのループから抜け出したい。名誉の戦いという名目の消化試合はこれで何回目だ。中国サポーターの前で騒いだ。ヨンジュンは反省しろ。これは明らかな挑発行為だ。威勢がいいな。ビッグブラザーがお前のことを見ているぞ。ワールドカップ予選で彼が再び中国代表と対戦する光景を見てみたい。ヨンジュンの未来はとても明るいだろうな。日本と韓国はどちらが勝利するだろうか。 UAE とは違い、日本のフルメンバーと戦うことができた中国代表は幸運な経験を積むことができた。韓国戦を前にして日本があんなに選手を入れ替えて試合に臨むとは全く想像していなかった。日本の選手は大人で柔軟性がある。選手の心理面も把握した日本の監督は韓国との試合でも巧みに戦うだろう。